16対9の資格の中に生きる妖精です。朝食を撮ったんですけども、ある日ねカメラの不具合でちょこっとだけ撮れてなくて、なんかトラブル、なんかよくわかんない、麺伸びちゃうよ。京都背脂醤油ラーメンね。カメラトラブル嫌だわ今ので。なんか庭師と歩いてるし、なんかよくわかんない、誰もいないはずなのに、誰がいんの、誰で庭師歩いてんの。カメラ止まっちゃうの、なんかわかんないけど。でお庭の人が誰が来てんの。あ怖っ、京都食べ麺と徳島、あ怖い。徳島はあれですよね、徳島製粉でしたっけ。金ちゃんラーメン、僕伊勢市民、まあまあこの辺の人伊勢だけじゃないとは思うんですけど、うわすっごいなこれ。金ちゃんヌードルっていうのがね、みんな大好きなんです。徳島の会社のカップ麺ですか。これも好きなんですよ。これも金ちゃん、あの徳島製粉のネギラーメンね、これも美味しいんですよね。これも昔から食べてますね。の徳島の、うん、濃いなこれ、あ濃いわ、美味しいけどね。あの徳島県民さんが食べてる、成り親しんでるラーメン屋さんのラーメンがこれなんですよね。獣臭いのかな、やっぱ豚骨だから黒系醤油豚骨。あそうそう、生卵これ乗せるんですよね、徳島ラーメンってね。濃いからなのか、なんかまあ生卵乗せてんで、絶対ご飯、白ご飯と一緒に食べるっていうのがらしいですよね。で、いつだったかね、東京でね、この徳島では食べたことないですけど、徳島ラーメン食べましたけどね、三軒茶屋。電池切れちゃいました。なんかね、体の調子とともに、なんかもういろんなことがね、調子悪いですね。まあ仕方がない、そういう時もあります。そういう時はもう、うすら笑いを浮かべるしかございません。背脂も濃いもんじゃないですかね。これでもまあまあカップ麺としてはあっさりしてますので。ヘリがうるさくてね、風が強いんですよ。鼻が詰まってるからね、ちゃんとまあもともとちゃんと喋れませんが。あそうそうそう、で東京のね、三軒茶屋、三茶のボールでね、知人とこう飲み歩いて、で最後バーでね、なんかなんだっけ、ガリアーノっていうリキュールかな、薬草系のガリアーノっていうね、のソーダ割りを飲みながら徳島ラーメンを。美味しかったんですけど、散々飲んだ後なんで濃すぎて、いや美味しいなって思うんですけどね。あれでもバーであんなラーメン食べられて、結構本格的ですよ。あの三茶のね、なんかバス通りっていうかのちょっと入って、路地入って、ちょっとなんか分かりにくいところのバーでね。あーだからトラブル多かった、うん、これはあれですね、濃いっすね、本当に。で、甘みもあるんですね。徳島ラーメンの特徴らしいですけど。なんで甘みが出るんですかね。野菜とか。でもお店でこういうの出してる、あの、だから徳島以外で、徳島ラーメンって見たことないですよね。このバーぐらい。バーも別に知らないと食べれない。徳島ラーメンって表に出てない。普通のバーですからね。まあ、なんていうバーなのか、名前は覚えておりませんが、もう酔っ払っちってね。京都の背脂も美味しいですね。これ徳島が生んだ素晴らしい徳島製粉、金ちゃんラーメン、ネギラーメン好きです。もう慣れ親しんでるからね、うん、多分他の人が食べてもうわーうめえなってならないと思います。あそんなもんか、もう僕らのその親しみのある味。あと金ちゃんヌードルっていうのが一番ですけどね、今家になかったんで。金ちゃんヌードル縦長のね、なんかプラスチックみたいな、なんですかね、昔から変わってないですね、あのパッケージね。二重になってるんですよ、丼じゃないですけど、この縦長のあれがね、
二重になってるんですよ。二重だからそんな熱くならない。日清のカップヌードルよりも金ちゃんラーメンですね、僕が取るのは。の方が好き、大好きです。昔から同じようにありましたけど、カップヌードルも金ちゃんヌードルも。でも僕らは金ちゃんヌードルが好きです。そういう話。徳島、京都はね、京都はよく行きました。京都よく行って、京都はね、どういう話があるかな。京都はよく行ってたんです。何度も言いますが、京都でつまずいた、三重ではね、何度もね、こう道でけつまずいたりね、神戸でもね、けつまずいたりしてますけど、京都でけつまずいたことあるかな。けつまずいたっていうことに関してだけ今話してますね。けつまずいたかどうか、道でね、歩いてて普通に。京都ではあったかな、2回ぐらいあったかもしれないね。もう神戸とかね、三重、伊勢ではもう数えきれないぐらいけつまずいてますからね。苔までいかないですよ。ちっちゃい時は苔いてましたけどね。だから苔たのは三重、伊勢、けつまずいて苔るまで行ったのは、まあちっちゃい時の伊勢がもう 100% ですね、確率としては。で、他はけつまずいて、まあ大概大丈夫なんで、もうドテーってなることはないですね。もう、あ、これから年取ったら、まあそのうち出てくるんでしょうね。危ない。けつまずい、京都ではにあんまりけつまずいてないですね、行ってる割に。けつまずきにくい土壌なのかもしれないですね、京都はね。神戸はなんかこう坂が多いからね。伊勢はでも石ころが多いですから、だからけつまずく。京都はね、割とこう平坦で石ころもそんなにないので、まあけつまずきにくい、まあ土地、お土地柄なんでしょうね。だからあんまりけつまずいてないですね。まあじゃあけつまずく、けつまずく、おっと、こう、けつま、おっと、こう。